神奈川駅は神奈川県横浜市神奈川区青木町にある京浜急行電鉄本線の駅である。駅名は東海道の宿場、神奈川宿に由来する。駅番号は KK36。1872年、品川駅横浜駅に日本最初の鉄道が仮開業してすぐに神奈川駅が設置された。その後、1928年に 横浜駅が現在位置に移転したため廃止となった経緯もあるが、由緒のある駅名である。この神奈川駅は、現在の神奈川県横浜市神奈川区近江町を6にあたる。また、東京横浜電鉄、反町駅横浜駅にも神奈川駅が存在していた。当駅の開業時は、国有鉄道の神奈川駅に接する、京浜電気鉄道のターミナル駅であったが、 路線が横浜駅まで延伸されるとその役割を譲った。その後の市街化も横浜駅周辺で進んでいるため、当駅は小規模な中間駅となっている。ホーム6両編成対応の相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、京上駅舎を有している。JR 東海道本線と京急が義理道支部を並走し、これを乗り越す道路橋の青木橋のたもとに駅舎がある。 上下線ともに、ホーム福林は狭く、下りホームは線路側に向けて傾斜している。コンコース福林も同様に狭くなっており、自動改札肝に通路しか設置されていない。開業時は横浜側のターミナルであったが、京急本線の横浜駅乗り入れに伴う、駅舎移転や駅名の変更がたびたび行われた結果、2020年現在は、 普通電車のみ停車する小規模な駅となっている。1992年には、神奈川塾歴史の道の道筋に位置していることから、清水の物体をイメージした駅舎に改築された。バリアフリー施設としては、改札内コンコースとホームを結ぶ車椅子専用の階段昇降機器がある。階段の幅と昇降機器の幅が共に同じであるため、車椅子利用者が昇降機器を使用する場合、 階段を一時閉鎖させる。2019年度の1日平均乗降人員は4751人であり、京急線全72駅の中では安神塚駅に次いで少ない。また、横浜駅が徒歩県内にあるため利用客は少ない。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下表の通り、国道1号と国道15号に挟まれているため、 自動車の往来は激しいが、人通りは少ない。駅周辺に目立った商業施設はなく、周辺の雑居ビルや宮前商店街に飲食店、コンビニエンスストア、郵便局などがある程度である。横浜駅も徒歩圏内である。ありがとうございます。